レディースモデルの塊中富川辺り、グラビタたけちゃん、ゆみちゃんです。本日はですね、このブリヂストンさんの B レディーをお借りして、うん、レディースモデルとメンズモデルの違いを紹介しようと思います。レディースのクラブの特性を知って、うん、ぜひモテるゴルファーになれる。何笑いよ。なれるそれで本当なれる。モテましょう。まずは振動数を測ってみよう。はい、今回はですね、ブリヂストンさんの協力で、B レディーっていう新しいレディースクラブをね、貸してもらうことができたんです。で、せっかくなので、ドライバーとアイアン編っていう2回に分けて、はい、そもそもメンズクラブと、レディースクラブの違いっていうのを多分意外と知らない人多いと思うので、その辺を、比較していけたらいいなと思いまして、今回ちょっと2回にわたって、動画作らせてもらおうと思うんですけど、まず今回はドライバーの方です。ドライバーの、レディースクラブとメンズクラブの違いってちょっとお伝えしていこうと思いますので、早速、この B レディーの、これは L シャフトですね。レディースの L シャフトの長さ測っていきます。まず長さはですね、これあれですね、 43.5 インチですね。 43.5 インチ。続きまして重さいきます。256g ですね。で、最後に振動下がってみます。203ですね。はい、続きまして B レディーのカスタム専門のディアマナシャフトをちょっと紹介しようと思います。まずこちら長さがあります。 44.25 ですね。で、次重さがあります。 276g です。最後振動下がってます。213ですね。早いよ。続いて打ってみよう。はい、それではゆみちゃんに、B レディーの L シャフトを打ってもらおうと思います。お願いします。はい。はい、お願いします。おお。どう？細い。ああ、クリップがね。細い。うん。俺のこと言われたから。見てなかった。はい、行きます。さすが。はい、続きましてゆみちゃんに、この B レディーのカスタム専用のディアマナシャフトを打ってもらおうと思います。はい、お願いします。はい、ちょっとさっきより重いよ。ちょっと、はい、うん、確かに。ほんのちょっと。いきます。データを見てみよう。はい、今回はですね、ブリヂストンさんの協力で、新しい発売されたこの B レディーというレディース、ドライバーをお借りできたんですけども、その B レディーを紹介するっていうよりは、今回はどっちかっていうと、メンズと、レディースクラブの違いっていうのをちょっと知ってもらいたいなと。だからまず根本的にそのレディースドライバーとかってどうなってるかって、特に男性の方ってあんまよく分かってない方が多いんですよね。だからその男性的な長さとか重さっていうのをそのまま女性に渡して結局打てないっていうこともありますので、一応今回のこの B レディーっていうのをお借りできたのは L シャフト、よくに一般的なレディースモデルの L シャフトと、本当はここに A シャフトっていうのが真ん中でおるんですけど、ちょっと A シャフトは飛ばして、これカスタム専用です。カスタム専用のディアマナシャフト、これはちょっとレディースモデルでは物足りないという女性が使うモデルなので、これも含めてちょっと紹介しようと思います。レディースゴルファーはもちろんそうなんですけども、男性ゴルファーもですね、特に女性をエスコートしたいといういやらしい男性ゴルファー、ぜひこの動画で僕の説明をそのまま伝えていけば、多分僕と同じようにできると思いますので。でも頼るよね、女性わからない人とかね。それをただどうしても男性も男性としての考え方でこうね、言っちゃうとなかなかわからないと思いますので、そこはちょっと今回の動画を一つ参考にしてもらえばと思います。じゃあまず根本的にレディースドライバーの特徴からいきます。もうこれは至って簡単です。短い、軽い、柔らかいの3拍子です。さっきゆみちゃんは細いと言いましたが、これはあくまでもグリップの話でありまして、一般的にそこもそうなんだけど、細いんやけど大きくは短い、軽い、柔らかい、こっちです。はい。安い、早い、うまいみたいなところにゆみちゃんは出汁が美味しい、出汁が美味しいみたいなところを付け加えたぐらいで、ね、はい。まあそこはちょっとまた別です。はい。もちろんねグリップ細いんですけどね。はい、ちょっとここメンズモデルの、過去モデルですよね、ブリヂストンさんのドライバー持ってきたんですけど、まあ、どれぐらい短いかというと、はい、これぐらい短いですね、イメージですよ、これぐらい。先ほど長さ測ったんですけど、この L モデルですね、L シャフトって 43.5 インチです。大体、メンズモデルっていうのは45インチ以上ありますので、大体、1インチ半ですね、1インチ半ぐらいは短いと。これ大体じゃあ長さでいうと、男性が使ってるスプーンよりちょっと長いと思ってください。うん、43.5 インチっていうと、まあ、ドライバーが大体、メンズモデルは45インチ越していくんですけども、スプーンが大体43インチなので、まあ、本当に3番ウッドよりちょっと長くなったぐらいがレディースモデルの、まあ、ドライバーの長さだと思っていただければ。ちなみにここでピンと来ない人もいらっしゃると思って、なんか長い方が遠心力があって飛ぶんじゃないかってよく皆さん思われると思うんですね。確かにロボットが振れば当然長ければ長いほど飛びますというかヘッドスピードが上がります。ただ女性はその男性ほどどうしても力がないわけじゃないですか。あまりにも長すぎると今度遠心力に負けちゃうんですね。つまり人間っていうのは振り切れなければその意味がないんです。要するに長くしてヘッドスピードが変わらんのやったらただただそれはミート率が落ちるだけなので、やっぱり女性、まあ、身長とかパワーから考えるとこの 43.5 インチぐらいっていうのが、まあ、平均としてはいいんじゃないかと言われて、大体のレディースモデルっていうのはこのぐらいの長さで設計されてます。はい、逆に言うとこの、カスタム専用の、ギアマナシャフトっていうのは、まあ、要するに男性モデルほどは長くないんですけど、もうちょっとその力がある女性というターゲットなので 44.25 インチにしていますね。だから男性モデルじゃちょっとしんどいんですけど、女性モデルではちょっと、まあ、短すぎるしちょっと物足りないっていう方はこういうカスタム専用のディアマナシャフトなんかっていうのはそういうふうなうまく作られるかなと。この辺は確かにブリヂストンさんのうまさが見て取れるところですね。ちなみにここで紹介してませんけど A シャフト、L と A とありますけど A シャフトもこっちと同じ 44.25 インチありますので、そこは知っとってください。はい、次に重さなんですけど、重さは、L シャフトの総重量が 256g でした。でカスタム専用の方が 276g でしたね。でここごめんなさい、 A シャフトはカタログ表記で 265g です。なので LA カスタム専用の順に重くなっていってますね。ただ、まあ、大体だから 10g ピッチぐらいで重くなってるんですけども、ただこれも一般的なメンズモデルってのは基本的に 300g を超すモデルが多いので、まあ、そう考えるとやっぱり重さも、女性はやっぱ軽くなってるっていうのが当たり前という当たり前です。これもさっきと同じで結局は重すぎると触れないので、早く触れないのでレディースモデルっていうのは少し軽めに設計されているということですね。はい、あとは一番分かりやすいのは振動数ですよね。もう振動数っていうのは、L シャフトに関しては 203CPM でした。ここはちょっとポイントで知っとってもらいたいのですけど、メンズモデルも最近その S シャフトがだんだんこう振動数が落ちてきてるとは言ってましたけど、この L シャフトっていうのももう年々柔らかくなってるんです。で10年前の L シャフトと今の L シャフトで言えば、今の A シャフトよりも昔の L シャフトの方が硬いっていうことはざらにあります。はい、要するにだんだん柔らかくなって、結局もう今の A シャフトというても以前10年前の L シャフトの方が振動数が出てる可能性が非常に高いです。なのでここだけはポイントで、そのレディースだから L シャフトっていう選定っていうのはもう今はもうしない方がいいですね。だからだんだんいつも言ってますけど、男性で言うとも振動数がだんだん落ちてるわけですから、レディースイコール L っていう考え方は捨てないといけません。なのである程度自分のヘッドスピードを理解した上でそのフレックス選定をしなければ、ただただ柔らかいドライバーになってしまうっていうのは、これはもう男性モデルと同じ考え方になりますので、ここは注意してもらった方がいいですね。ちなみに今回、カスタム専用モデルっていうのが 213CPM やったかなだったと思うんですけども、A シャフトも同じぐらいの振動数出てます。これは一応僕も測ってますね。 A シャフトも同じぐらいの振動数出てますが、ただこっちの方が重いということなので、 A シャフトとカスタム専用モデルの大きな違いっていうのは総重量です。こっちの方が重いですよっていうふうに思っていただければ結構です。はい、じゃあごめんなさい、ちょっと説明長くなったんですけど、実際ゆみちゃんが打ってくれた弾道を見ていきましょう。ゆみちゃんうまく打ってるね。曲がらんかったね。なんかちょっと正直言うと、L の方はちょっと右行ったかなみたいなイメージ。ミスヒットでしたね、正直。があった、うん、これは、ね、実は言うと由美ちゃんが普段使ってるのからするとL シャフトってかなり軽いのと柔らかいのと、うん、もちろん短かったっていうのもあるんですけど、この辺はヘッドの性能なんでしょうね。うまくドローがかかって帰ってきたんだはいすごい。で距離としては152と、まあ、いつもよりはもちろん飛んでないですけど、うん、ポイントとしては由美ちゃんの場合は絶対的にこっちの方がいいです、うん、というのは由美ちゃんが普段使ってるモデルっていうのはカスタムモデル、このモデルより長いし重いものを使ってもらってます。なのでどっちがいいですかと、この2つの比較では絶対こっちの方がいいです、うんうん、で分かりやすいのは重さもカスタムの方が重いのにヘッドスピードはカスタムの方が出てるということですね。なるほどね。つまり、うん、軽いメリットっていうのは長いメリットと同様に速く振れるっていうところなんですけど、その速く振れるっていうところに重い方が速く振れてるわけですから、やっぱりこれは軽すぎるということですね、L の方は。だから、うん、まあカスタムモデルっていうのが、まあ、この日本で言えばですよ、この日本で言えば由美ちゃんはカスタムモデルの方が全然距離も出てますし、やっぱ飛んでますけども、まあ、彼女に関してはいつもね、もうちょっと僕は逆にメンズ寄りにやってますので。でまあ由美ちゃんにとってはこの2本どっちもちょっとまあ軽すぎるというか柔らかすぎる部分があるんですけど、でもどうでした実際打ってみて。すごく振りやすかった。まあでもやっぱりね、うん、軽いってやっぱでかいよね、うんうん、軽いし思ったよりこう短くて、うん、あんまりこう詰まらんかなっていう、なるほど、ね、詰まってこう当たらんかなっていう意識はあったから、まあ確かにやっぱりボールと近いっていうのは安心感がでかいよね、うんうん、ただやっぱりある程度触れるんやったら長い方がいいっていうのはそこですよね。そう、ちょっと物足りんかなっていう、その大きなミスはなかなか出んかもしれんけど、じゃあ頑張って飛ばそうってなった時にちょっと私はもうちょっとなんかこうパワーが出るような道具の方がいいかなって。まあそうですよね。まあ由美ちゃんのヘッドスピードはなんだかんだで34号ありますが、この体型で34号ってもはやお化けよもはやお化けはい、まあでもね、それぐらいまあ彼女にとってはちょっとアンダースペックやったとはいえ、まあ言うても由美ちゃんのヘッドスピードって女性ではかなり速い方なので、まあ一般的な女性ゴルファーっていうのはまあ安易に L を選ぶとただただ柔らかすぎる、短すぎる、軽すぎるっていうドライバーになる可能性もありますので、そこはちゃんとした人に見てもらうのが一番ですね。はい、まあ、ちょっとここから B レディーのヘッドについてですね、まあとにかく今由美ちゃんも説明してくれた通り、この B レディーのうまく作られるところっていうのはとにかく球が上がるというところですね。まあまずやっぱり女性っていうのは球が上がらないっていう悩みを持ってます。はい、だから、うん、もちろんヘッド的な部分もそうなんですけど、特にこの L シャフトに関してはシャフトの力も加わって弾道がやっぱ高くなっていく、うん、これは一つやっぱり大事なところかなと思いますね。ただ僕としてはやっぱこっちのカスタム専用のディアマナシャフトっていうのがちょっと面白いなと思います、うん、ドライバーヘッドスピードで言うたらどれぐらいでしょうかね、29から32、3ぐらいの方はすごい合うと思います。メンズモデルだとちょっとハードなんですけど、レディースではちょっと物足りないっていう方にはうまく作ってて、そういう方っていうのは多分左のミスもちょっと今後出てくることがあるんですよね。ってなってきた時にこれあえて中本上司なんですよ。なんか女性で中本上司ってちょっとうんっていう気はするかもしれませんけど、まあ、全体が結構振りやすい中本上司なので、やっぱある程度力がある女性っていうのは今度左のミスも怖いので、そのシャフトとしては今度タイミングを取りやすくて左のミスも消せるシャフトかなということで、結構僕はうまく作れてるかなと、うんうん、はい、だからもう本当にある程度振れる女性っていうのはこのカスタムモデルっていうのをぜひ試してもらったらいいと思います。はい、でまあ、最後に B レディーに合うのシャフトに合うそれぞれのヘッドスピードだけお伝えしておきますね。まあこの L シャフトに関してはドライバーのヘッドスピードが28以下の方が打てばいいと思います。で逆にその A シャフトっていうのは29から32ぐらいで、同じくこのカスタム専用も振動数は同じぐらいなので29から32ぐらいの方に打ってもらいたいんですけども、重さはこのカスタム専用のが出てますので、握力一つの目安としては握力が両方足して50キロある方っていうのはこっち打ってもらいたいなと、あとはもう普段スポーツされてて結構がっちりできてる方ですね、女性の中でも結構身長が高いとかパワーがある方っていうのはこのカスタム専用なんかを打ってもらえばいい結果が出ると思いますので、まあ、その辺りっていうのは、まあ、本当にターゲット絞ってやってますから、ぜひ信頼できるフィッターさんに見てもらいながら最後は自分で決めていけばすごくいいクラブかなとは思います。はい、レディースモデルの中でもなかなかこういうカスタム専用ってはないので、僕このカスタム専用というのは非常に面白いなと思ってますので、まあぜひ皆さん、ここ参考にクラブ選びをしてもらえばと思います。男性の方もね、ぜひこれで女性の方をこう男性目線で見るんじゃなくて、女性の気持ちになって、もっと女性の体になって考えればいいかなと思います。以上、つばばばゴルフ。はい、質問。お、はい、どうした。じゃこれよりももっと触れる女性が、ゆうちゃんみたいなとか、もっとさらにね、さらにお化けな人とかいるんですけど、そういう方がメンズクラブちょっと挑戦しようかってなった時の注意点とかがあればぜひ教えてください。なるほど。どこまでのヘッドスピードかにもよりますけども、基本的に女性でもやっぱ35を越してくるとかなり触れる女性になるんですよね。で、そういう女性にはさすがにメンズモデルというか、シニア系のは年配のクラブですね。シニアクラブとか僕結構勧めるんですけど、シニアクラブを勧める時の一番のポイントっては長すぎることなんですね。だからいくらそのシニアクラブぐらいの硬さとか重さが触れるとは言うても、絶対的に長すぎる傾向にあるんですよ。特に女性はそのさっきから振り切れない部分がありますので、僕はよくするのは、例えば女性の方で結構触れる方、35以上越してくる方は、メンズモデルのシニア系のクラブをお勧めするんですけども、絶対にバット側でカットします。要するに長さを45インチ以内に持っていくことが多いですね。やっぱだからシニア系のクラブで特に46インチ近くあるので、それはさすがに女性の方では厳しいので、僕はその硬さ重さはいいですけど、長さだけは短くする傾向にありますので、その辺りはその人のスイングとか身長にもよるんですけど、そういう傾向が多いなとは思ってますので、その辺りはぜひ参考にしてもらったらと思います。はい、わかりました。 OK です。 OK ですか。じゃあもうこの辺で、なんかだいぶ尺長いらしいけん、次回のアイアンで言うことなくなるし、やめる。はい、うん、じゃあね、バイバイ。チャンネル登録、高評価で、たけちゃん、ゆみちゃん動画にすぐにアクセス。チャンネル登録よろしくお願いします。